このワクチンの問題については、日本国政府がどの国のワクチンを承認しているかということになりますので、この問題については、やはり日本政府がどのように今後考えていくかということになりますので、IOC としては、大会関係者は最優先ではないということ、そしてワクチンは前提としないということではありますけれども、入手可能で機会が与えられるならば、すべての人の安全の観点から接種を進めるというふうにおっしゃっております。私自身としましては、やはり北京の冬季、オリンピック・パラリンピックをもう1年切った状況で準備をされているという中国にとりましては、非常にこういったことは重要だと捉えて、IOC とお話を進めたんではないかというふうに私自身は受け取りました。